Experience starts here. ANA, World Air Current.J-WAVE ANA ワールドエアカレントポッドキャスティング、今回は1月20日放送、トラベルライターの芹沢和美さんに伺ったマカオのお話です。初めて行かれたってのはいつぐらいですか？まだマカオが中国に返還される前の1998年ですね、うん、でもなんか香港マカオっていうのはなんかこう旅行としては一つのパッケージみたいな、うんイメージして、ね、昔からそうですよね。そうですね、私も初めて行った時は、うん、もう香港旅行のおまけ で日帰りで行ったのがきっかけで、はい、その時に見た風景に一目惚れしてしまって、はい、もうずっと通い続けているという感じですね。でも98年でしょ、はい、それからまあ約20年、随分、うん、と変わったんじゃないですか？そうですね、あの、うん、埋め立て地は変わりました。あ、なるほど、はい、あの昔は本当に干潟でムツゴロウが泳いでいてそれをおじさんが一生懸命撮ってるようなところが、今は五つ星ホテルが林立して大きなカジノがあって、たくさんの人がいますね。そうですね、はい、逆に変わらないところもたくさんありますか？うん、もう路地裏というか、うん、オールドタウンは全く変わってないと思います当時その一目惚れというか、そう、うん、一体どんなところに一番魅力を感じられたの？石畳の通りがあって、それを優しくオレンジ色の街灯が照らしてたんですね。それで教会のファザードが優しくライトアップされていて、あ、なんかこんなところって上海にも北京にも香港にもないなっていうふうに思ったんですよね。なるほど、そうね、逆に言うと香港とかはキラキラと、そうですね、豪華に輝いてて忙しい街ですからね、うん、はい、うん、それとは随分と違うのんびりとした雰囲気、ね、うん、まだまだアジアの片田舎という感じでした、はい、あ、それからじゃあ何度も行かれてるんですか？もう数えられない？うん、数、まあ、100回っていうふうには答えてるんですけどあ、でもそんなんだ、多分そのぐらい。表現すごいな数えてないので正確にはわからないんですけどね。あ、でももう100って感じだ。多分そのぐらい行ってるんじゃないかなと思います。あ、そう、はい、世界遺産に登録されたのが何年ですかね？2005年ですね。2005年、はい。それって少しいっぱい変化ってあったんですか、そのタイミングっていうのは？そうですね、そのあたりからどんどんその埋め立て地に巨大なホテルやカジノができて、うん、もう今は巨大なエンターテインメントタウンっていう感じになってますね。そうね、まあ要するになんかこう政策としてもね、ラスベガスに続けというか、うん、はい、追い越せ、追い越す、もう追い越しました、追い越す、あ、うん、もうそんな感じ、はい、あ、そうなんだ、僕全然その昔しか行ったことないんで。あ、何年頃ですか？いや、97年とかじゃない。あ、じゃあ本当に変わるちょっと前ですねはい、うん、それからはもう随分違うんですね。そうですね、変わったところは変わりました。開発区は変わったけれども、うん、路地裏オールドタウンは変わってないんじゃないかなと思いますけど、うん、あ、でもね、すごい大きなエンターテインメントの街になってると伺ってるので、うん、はい、やっぱりあれですか、ホテルもいくつぐらいあるのかな今その。もう一つのホテルで3000室オールスイート3000室のホテルっていうレベルのものがドカンドカンとあるのでどうでしょうか？そういう世界か、はい、3000室の規模で、はい、それでそれぞれにショーをやっていたりするわけでしょ、うん、そうですね、もうギンギラギンですね。もうベガスだ、はい、ベガス追い越してる。追い越してます。あ、そう、はい、シルクドソレイユなんかもたくさんやってるんでしょう、きっと。あ、やってましたね。でしょうね。また今新しいショーがたくさん登場してます。あ、本当、はい、最近はどれくらいのペースで通われてる？最近はそうだな、1年に3回から5、6回っていう感じですね。プライベート取材合わせて、うん、あ、そうでもプライベートでも行きたいってやっぱりです、ね、お仕事お忙しいだろうからちょっと行く機会あっても、もう行くんだったらマカオですね。別にカシノだったり、うん、そのエンターテインメントだけじゃないのを求めていかれるわけでしょ、うん、はい、うん、カジノはしないですね時間がもったいないのでまあでもマカオだったらそのね、要するにそういったこうホテルとかカジノだとちょっと違う喜びもたくさんあると、うん、そうですね。どういうところ行けばいいんですか、そういうおすすめスポットみたいなものをちょっと、うん、まず夜のマカオは、うん、カジノする代わりに私は夜景散策がおすすめですね、うん、あの本当にマカオって夜景が美しいんですよ、うん、ましてこう夏だと涼しいですし、はい、冬は暖かいので本当に夜は歩きやすいんですね、うん、例えばどんな場所行けばいいでしょう？あの西湾湖という人工の湖があるんですけれども、そこに夜になるとマカオタワー
ていう大きなタワーが映るんですね。ライトアップされた姿が湖面に映ってものすごく綺麗なんですよ、うん、その西湾湖の周り遊歩道になっているので、うん、ここは安全に散策ができます。あとはですね、ペンニャの丘っていう小さな山が丘かな、うん、丘側の町の中にあって、うん、そこを、目の前のナオマー湖っていう湖側から見るペンニャの丘がとても素敵です。はい、森の中にねコロニアルピンクの建物がたくさん建っていて、あ、なるほど、一番上にはペンニャの教会があって、うん、それぞれがライトアップされてるんですね、うん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 、なんかこうなんだろう、ギラギラした夜景ではなくて、うん、とっても清楚な夜景という感じ、ちょっと胸がキュンとするような夜景があって、うん、何回でも見たくなります。そしてあとですね、女性にぜひ行っていただきたいところが、うん、セナド広場という中心地の近くに、はい、恋愛巷っていう通りがあるんですよ。恋愛巷、漢字で書くと恋愛巷なんですけれども、はい、直訳すると恋愛小道っていう意味なんですね、うん、そこがですね、石畳の通りがあって両サイドにコロニアルピンクの洋館が建っていて、うん、こう洋館が重なる向こう側に世界遺産のセントポール天主堂のファザードが見えるんですよ、うん、これは夜本当に綺麗そうだね、うん、もうそれも割と街の中にあるわけね、もう中心地から歩いて2分とか、うん、ああそうか、うん、じゃあ絶対チェックですね、うん、それも夜がいいのね。夜がいいと思いますね、やっぱりライトアップされて綺麗なので、うん、ロマンティックだね、はい、昼間ならどんなところ行けばいいでしょう。昼間は、うん、私が一番好きなのはもちろんダウンタウンなんですけれども、10月初5日街という通りがあるんですね、うん、ここはお茶問屋さんだったり乾物屋さんのある問屋街なんですけれども、ここは本当になんか昔のままの、うん、ザ・マカオという感じでミラクルワールド。じゃあお土産ちょっと探しに行きがてらってのもあるよね。そうですね、お土産も決しておしゃれなものはないんですけどこう老舗の乾麺屋さんが軒先で乾麺を作っていたりとか、お茶問屋さんにお茶の香りを嗅がせてもらいながら、うん、お茶をグラムで買ったりとか、うん、買い物も楽しいと思います。そうね、なんかいわゆるこう街中のさお土産屋さんっていうところで、うん、もちろん手軽に求めるのもいいけど、うんうん、ちょっとその問屋さんとか行きながらちょっと求めたら、うんね、持って帰ってきてお土産渡す時のちょっとね情報が一個増えますもんね。あ、そうですね、うん、楽しいと思います。普通買えないんだけどこうって問屋行って買ってきたんだよなんて言ったらね、うん、ちょっとこういいもんね、うん、ああそう、お茶なんかお茶たくさんありますからね。そうですね、テイスティングとかもできるもんね、大体、うん、できますね、匂い嗅がせてって言えば嗅がせてもらいます。うん、うん、あそう、10月初5日街と漢字で、うん、これはどういう意味かというと、もともとの意味は、うん、そのポルトガルで10月5日に起こった革命を記念して付けられたものらしいんですよ。もともとマカオはポルトガルの植民地だったので、はいはい、ただまあそのネーミングからは想像ができないほどアジアですね、うん、あそうですか、はい、あでも素敵だな。マカオの歴史に触れる旅散策みたいなことになるとどこ行けばいいの、うん、ですね、ぜひ機会があればマカエンセの方に触れてほしいですね。このマカエンセっていうのはどういう人なんですか。マカエンセというのはポルトガル人の血を引くマカオ人のことですね。例えばそこに日本の血だったり他の国の国籍が入っていることもあるんですけれども、はい、いずれにしろそのポルトガル人の血を引いている人たちのことをマカエンセと言います。で彼らの中にパトワ語という特別な言葉が、彼らしか話せない使っていなかった言葉があってパトワ語、初めて聞いたさ、はい、これが話せる方がもう十数人しかいないって聞いてますね。え、要するにポルトガル語と中国語混じってるってこと、うん、広東語かな、広東語が入ってきてる、混ざったのかな、なんかこう特別に混ざったみたいですね。へ、いわゆるこうフィリピンで上がるタガリッシュみたいなもんだね。もっと変化してる、ね、もっと変化してるんだ。もう聞いてもわからない、おそらくマカオ人の方が聞いてもわからないし、ただまあどんどんそういった文化も廃れていて、うん、今は一生懸命そのパトワ語で演劇がされていたりだとか、うん、マカエンセの料理をプライベートレストランで出しているシェフの方もいたりするので。そうか、うん、マカエンセの人たちの料理ってのは特別にあるわけだ、うん、マカオ料理でもない、ポルトガル料理でもない、もちろん広東料理でもない、うん、マカエンセ料理、どんなものなの。なんかね、見た目はそんなに結構地味なんですけど、うん、
お肉をちょっとカレーで煮込んであったりとか、お野菜使ってあったり、でも食べるとなんかじんわり美味しい、うん、おばあちゃんが作ったみたいな感じ、うん、あでもそういうのってやっぱりこうコロニアル独特の文化になっていくもんね。そうですね、うん、これはもうマカオに行かないとないよね。そういうこと、うん、まあ、でも料理もそのもちろんね、マカ遠征の料理も美味しいだろうけど、いろんなバラエティあるんじゃないですか。 ありますね。代表的なマカオ料理はアフリカンチキンというのちょっと待って、マカオ料理の代表的なのがアフリカンチキン、はいはい、いいね、そのなんかこうだったりこう混じり合ってる感じが、うん、そうですね、もともと大航海時代にポルトガルの船が、はい、インドのゴアでスパイスを仕入れて、うん、経由地ですね。そうだね。で、マラッカでココナッツミルクを仕入れて到着したマカオの、広東のバーベキュー技術と合わさってできたのがアフリカンチキンっていうふうに言われてます。ほう、で面白いよね。そういうさ、うんうん、料理の名前とかがさ、どこでなんかひっくり返ったか分かんないけど、全然、うん、違うところでこう名前ついちゃったりするのってあるじゃないですか。なんかやっぱりロマンがありますよね。あるね、あるある。うん、このアフリカンチキンって割とたくさん食べられる店あるんですか。うん、マカオ料理のレストランに行けば必ずあるものなんですけど、お店によっても全然調味料も違うし。うんうんうん、調理法も違うんですよ。煮込んでいたり、うん、グリルだったり、うん、勝手にみんな作ってる。そんなに差があるか。差があります。あ、もうマカオは自由なので、うんうん、じゃあどこ行けばいいかしら。私が本当におすすめなのは、うん、もう雰囲気も合わせて、うん、レストランフラミンゴっていう。フラミンゴ、はい、これはですね、タイパ島のリージェンシーホテルの中にあるレストランなんですけれども、うん、壁がコロニアルピンクで、庭に亜熱帯の緑がたくさんこう植わっていて、うん、池があって、昔はそこにフラミンゴがいたらしいんですけどね。そこがすごく開放的な雰囲気で、うん、マカオらしい、ここのアフリカンチキンは本当に美味しい。美味しい、はい、でもリージェンシーホテルだったら結構これお高いんじゃないの。いや、そんなことないですね。で、ここは本当に昔からあるレストランだったんですけれども、はい、一時クローズしちゃったんですよ、うん、開発の波に揉まれてホテルが一旦クローズしたので、レストランもずっと閉まっていたんですね。それがまたオープンして、うん、行ったんですけど、全く当時と同じお皿で同じ味付けで、あ嬉しいね、そういうの、はい、そういうの嬉しいよね。環境も変わらず。あそうですか。そして揚げパン、これは何。ですね、うん、香港マカオによくある、うん、パンもあればサンドイッチもあればラーメンもあれば、うん、軽食も食べられる、うん、カフェレストランみたいなカジュアルなチャーチャンティンっていうのがあるんですけれども、広東の文化として、はいはい、その、10月20日5日街にあるチャーチャンティンで食べるサーヨンっていう揚げパンが、これが美味しいんですね。サーヨン、はい、うん、で、なんだろう、もちもちとした揚げパン、うん、揚げドーナツみたいな感じなんですけど、最近ハワイの揚げドーナツでマラサダっていうのが流行りましたよね。ああそうなんだ、うんうん、それとルーツは同じポルトガルにあるみたいです。なるほど、ね、なんかやっぱり似てるんですね、マラサダにも。丸くて砂糖のまぶしてある揚げパン。ああ美味しそう。きっとあれでしょ、長崎のカステラなんていうのもそういうところのルーツあるんでしょ、うん、きっと。あ、多分全部ありますね、ね、多分そうだろうね、うんうん、はい。でもいずれにしてもポルトガルで生まれた、うん、その何かこうそういったケーキとかのお菓子、うん、ドーナツみたいなものが、うん、の揚げパンとして、うん、マカオでもあるんだ。そうです、なんかその辺の混ざりが面白いなと思うんですよ ね、 ね、やっぱり日本にもガンモドキ、うんうん、あれももともとポルトガルのヒリオスって言いますもんね。そうですね、天ぷらだってそうだからね。そうですね、天ぷらってポルトガル語だからね、うん、そうですよねそうそうそう、うん、面白いよな、うん、そのサーヨンってのは おやつに食べる感じ。おやつですね、うん、チャーチャンティーに行くとレモンティーっていうのがあるんですけど、本当にレモンを1個分ぐらい輪切りにして、はい、そのまま1個分紅茶に入れたレモンティーっていうのがあるんですけど、それと一緒に飲むのがマカオ流かなと。へえ、チャーチャンティーっていうのがその喫茶店みたいな話なんだ、うん、カフェか。そうですね、ローカル風カフェでもラーメンも食べられるの。インスタントラーメン。あ、インスタントラーメン出してくるんだ、はい、日本のインスタントラーメン乾麺みたいなものを作ってくれるってことか、はいはい、そういうのもあるもんね、向こう行くと ね、 なかなかほら日本ってね、カップヌードルとか袋のインスタントラーメンっていうのは外で食べるものじゃないじゃない、はい、ね、お家だけど、うん、じゃなくて下手したらサンドイッチより高い値段で出てますね本当はい、じゃあそのお散歩の途中でちょっと寄るっていうのはいいね。そうですね、でも本当にローカルです、もう
カップとか操作も使いすぎちゃって欠けてるようなお店、うんうんうん、言葉は通じますか英語なんかは。あ、通じないと思いますそうだね、うん、でも多分きっとその場にいる女子大生の方が助けてくれたりとか、うん、誰かが助けてくれるから大丈夫です、ね、あとは これくださいっていうのが一番、うん、もう十分十分もう隣のテーブル指さしてこれ同じっていう、それで気持ちは伝わるので。そうだね、はい、旅はそれぐらいちょっと行った方が面白いしね、うんうん、どうしてもほらなんかねメニューとかあるところとか言い出すとやっぱりホテルの中で全部終わっちゃうから、あ、もったいないですね。もったいないね。そうじゃなくて街に出て、うん、そういうちょっとねそういうローカルなところ行くっていうのはとても楽しいですもんね、うん、そうですね。そしてルジタノシュ。あ、ルジタノシュ、これはどういうレストラン。ですね、うん、あのマカオポルトガル人協会が運営しているレストランなんですよ、うん、ここはいつも行くともうマカオ在住ポルトガル人の方が集まって美味しそうにご飯を食べているレストラン。ランチしかやってないんですけどね。どういったものが食べる。私が好きでよく食べてるのはシュリンプペストリーっていうサクサクのエビのすり身を揚げた、うん、何かに包んで揚げた揚げ物なんですけど、うん、これがすごく美味しくてワインとかポルトガルビールにすごく合うんですよ。でビール飲んで、うん、ランチを食べてだいたい800円とか。あ、いいね。それがすごく安いですやっぱり。安いね、うん、なんかワッシュリンプのすり身ってことは、まあうん、そのフィッシュケーキみたいになってるってことだね。まさにそうですね。なるほど、うん、いいね。これがまたポルトガルビールが進んでるんですね止まんなくなるシリーズですね、うんうん、ルジタノシュ。これも近くにあるんですか街中。これはですね、うん、ポルトガル領事館の目の前にあります。1920年代に建てられた建物なので雰囲気もすごくありますし。そうね、なんか昔の洋館たくさん残ってる、はい、そういうところでなんかこうレストランみたいになってるところ行くと楽しいね。うんうん、そうです ね近代的なホテルもいいけど。そ そうですね、うん、なんかやっぱりマカオに行くのであれば、はい、マカオでしか食べられない雰囲気で食事を楽しみたいじゃないですか。そうね、まあ、マカオはお詳しいということですが、そもそもこのトラベルライターになるきっかけっていうのはどういったことだったんですか。1995年頃ですね、私すごく当時中国だとか香港の文化に興味があって、うん、会社を辞めて上海に4ヶ月ぐらい住んだんですね、うん、それで帰ってきてからなんかこう旅で書く仕事をしたいなと思って、はい、それまで編集者をしていたので、うん、95年の上海って言ったら割とこう激動っていうか、ひっちゃかめっちゃかでしたね、うん、でしょうね、まあ、今もずっと続いてると思いますけれど、はい、まあ本当に変わり始めるというか、うん、どん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 と街が大きく、ものすごいエネルギーでした、うん、でしょうね、はい、僕もなんか2000年超えたぐらいに行ったと思うんですけど、うん、何しろその超高層の、うん、ビルを建てるために24時間工事の体制になっていて、はい、あの竹組の、はい、そのエネルギーたるやすごかったな、うん、そうですね、当時はまだあのビルが作ってる最中だったので、はい、あのビニールシート、青いビニールシートが全部かかっていて、ほこりっぽかったし、まだ地下鉄も一路線しかなくて、バスも乗るとこうスプリングが外れてビヨヨンって飛び出しちゃったりとか、はいはい、そんな感じでした、まだ。でもそこに4ヶ月いらっしゃって、はい、まあ、ずっと上海をじゃあ見てらっしゃったと。そうですね、うんうん、今変わってる今だから行きたいと思ったんですよ。あ、なるほど、うん、そっからか、じゃあそういうトラベルライターとして。そうですね、もともと書く仕事はしたいと思っていて、はい、まあ、旅も好きだったので、うん、トラベルライターに自然な流れでなった感じです。そんな芹沢さん、最近もちろん中国も行かれてるとお伺いしてますが、うん、なんと天草にハマってらっしゃるそうです。そうですね、天草ハマってますね。あ、そう、何が、ね、天草はやっぱりそのマカオと同様で、うん、400年以上前にポルトガルの船がやってきてるじゃないですか、うん、それでそこでキリスト教の文化がもたらされて、うん、西洋文化ももたらされて、うん、こう土着の文化とミックスしてるんですよ ね。天草もやっぱりそれと同様にそういったヒストリーがあって、うん、なんかマカオと似てるなと思って。そういうのがやっぱり面白いのね。それから好きになっちゃいました。どんなところをいつも。天草は、うん、隠れキリシタンの文化があったので、はい、そういった文化施設も面白いんですけれども、うん、カフェ天国なんですよ。本当に港の前にちっちゃいカフェがあったり、うん、田んぼの真ん中にカフェがあったり、うん、美味しいコーヒーを出してくれる焙煎ショップもたくさんあって、うん、カフェホッピングが楽しいです。あ、そうですか、はい、たくさんあるのね。じゃあたくさんあります。この田んぼの中にカフェっていうところにたくさんあるのでほう、うん、じゃあそういうのを求めながら。そうですね、うん、
あと海辺もたくさんね楽しめるでしょうしね、うん、やっぱり散策も楽しいです、うん、あの砂吉集落っていうところがあって、うん、ここは16世紀かな、うん、あのポルトガル人の宣教師が布教活動をしていたところなんですね、うん、そこは今でもクリスチャンの方が多いところなんですよ、ね、おばあちゃんたちにクリスチャンネームがあって、うん、彼らは食事をする前にこうお祈りをしてから食事をするんですけど、うん、クリスチャンじゃない方もクリスチャンの方も一緒にお祈りをしながら食べるっていう、うん、なんかこう他の異教徒であっても仲良く暮らしているような、なんかねそののんびりとした空気があって砂吉集落はいいなと思います。ああそう、じゃあぜひ訪れたらいいですね、うん、そうですね、うん、あの東と西が混ざるところって興味があるんですよ、すごく、うん、マカオも天草もそうなんですけど面白いよね、はい、さて今日はマカオと天草について伺ってきましたが、最後に芹沢さんにとって旅って言って何ですか、うん、よくあのどこそこに何回行ったのって聞かれる、例えば私だったらマカオに何回行ったのって聞かれることが多いんですけれども、なんかこう旅って回数とか滞在時間ではないと思うんですよ、うん、例えば私は何回もマカオに行ってますけれども、日帰りで数時間しか行かなかった方でも私よりももっと深い経験をしている方はいると思うので、結局その旅ってそこに行って何を見るか、何に出会うか、何を思うかだと思うんですよね、だからやっぱり回数じゃないなと思います。そうですね。 ANA World Air Current